皆さんこんにちは。今回はこちらノンアルコールビールの飲み比べをご紹介していきたいと思います。今の大手各社さんで本当にノンアルコールビールって種類増えましたよね。コンビニとかに行っても、はい、棚いっぱいにね、そうですよね、いろんな種類のノンアルコールビールが並んだりしてますね、はい、たくさんあるんですけど、はい、なんか実際味に違いってあるのかなっていうのが正直わからない。そうですね、はい、やっとしたら飲んだことがない人も多いんじゃないかなと思いますね、うん、なので、まあ、今回はどんな違いがあるのか紹介していきたいと思います、はい、では早速飲んでいきましょう、はい、では準備できました、はい、こちらがアサヒのドライゼロ、はい、キリンのゼロ1、はい、サントリーのオールフリー、はい、札幌のうまみ絞りと、はい、では早速こちら4種類飲み比べながら見てみましょう、はいはい、いただきます。いただきます。はい、ではこちら4種類飲み比べてみましたけども、違いますね。違いますね。違いますね、はい、香りもそれぞれ特徴的なものもあったりしましたけども、はい、味わいっていうんですかね、はい、一番、まあ、ビールって特徴といえばやっぱり苦味だと思うんですけど、まあ、一番ビールらしい苦味が強く出てるなと思ったのはアサヒのドライゼロですね、はいはい、後味まで、まあ、しっかり苦い、キレはいいんですけどね、はい、ただ苦味がしっかりあって、まあ、そのあたりはビールらしいかなとは思いましたね。そうですね、もう本当、はい、ゴキュッゴキュッってパーって飲めちゃう感じですよね。そうですね、はい、香りに、まあ、酸味があるっていうか、まあ聞いた瞬間ね、あ、ビールの匂いがするってね堀ちゃん言ってましたけど、はい、ちょっとそのあたりが特徴が若干強い部分がある、うん、ちょっと酸っぱい匂いがするので、このあたりが好き嫌いが分かるかなとは思いますけれども。なるほどなるほど、はい、そうですね、ノンアルだよって言われなければちょっとビール飲んでるのかなっていう。こちら01ですけど、はい、ね、香りが一番強いですね。麦芽の香り、若干ローストしたような濃い香りがして、うん、はい、果物みたいなフルーティーな香りも若干ついてますよね。そうですね、はい、まあ、苦味がかなり少ないので、うん、甘みとコクが強く出てる分、うん、ちょっとアルコールのドライ感がないので、この麦の甘い感じが好き嫌いは分かれるかなとは思いますね。ちょっと癖に感じるかもしれませんね、うん、後味までちょっと残るので。ただ、まあ、香りは非常にビールっぽい麦芽の香りがします、はいはい、こちらのオールフリーはまたすごく穏やかですよね、はい、ちょっと尖った個性がないって言ってしまうとそうなんですけどホワイトビールに近いというか、まあ、苦味がほとんどなく甘い香りがして、まあ、変な癖がない、それに近いような味があります。私結構ビールは初心者なんですけども、はい、結構こう飲んだ時にこうスースーって入ってきて癖もないので飲みやすかったですね。ビールが苦手でもちょっとビールの味を知りたい、はい、ただアルコールの入ったビールはちょっと手が出しにくいっていう人にとっては、ビールの味ってこういう味なんだとか、飲めるなって思えるようなすごく穏やかな味わいですね、はいはい、飲みやすいですね。泡もちはそんなに良くないですけども、はい、こちらのうまみ絞りはまた変わってましたね。変わってましたね、はい、ビールの香りらしくないって言ってしまえばそれまでなんですけど少し麦の麦茶みたいな香りがするんですけど、はい、リンゴジュースみたいな香りがしますね。なんか不思議な成分としては、はい、そういったものは入ってない、まあ、香料とかね入ってるんですけども、はい、ビールというよりシードルっぽい味わいもフルーティーな感じの甘さが出てきてますよね。リンゴのふわってした感じが最初に広がって、はい、苦味ももう全然ないです、ね、はい、ないですよね、はい、なので、まあ、オールフリーもスーッとこう飲めて飲みやすかったんですけど、はい、まあ、初心者の方でしたら結構こちらも飲みやすい気がしますね。そうですね、はい、まあ、これは機能性っていうんですかね、尿酸値を下げるアンセリン入りっていうのが書いてありますけれども、はい、そういったその味付けの影響もあるのかもしれないですけど。なるほど、なるほど、はい、まあ、ビールらしいかって言われると違うんですけどシードルっぽいというか、はい、シードルっぽい、別の飲み物としてまた飲みやすいっていうものはあるかもしれないですね。日本のビール結構こう味わいが違うっていう部分がありますけど、はい、製法でね海外の、あのノンアルコールビール作られてるんですけど、まあ、それと大きく違うんですよね。ドイツとかね、はい、あのオーストラリアとかで作ってるノンアルコールビールは、まあ、ビールを最初に作ってそこからアルコール分を除去するっていう製法なんですね。ビールを飲んでるような味わいが残りやすいですね。ホップの苦味とか麦芽の甘みとか香りとかそういう部分が、まあ、残りやすいっていう部分
分はあるんですけど、日本は違うんですか？そのできたお酒からアルコールを抜くっていうのがちょっと法律に引っかかるんですね、はい、日本の場合は。なのでビールのような味わいを作って、そういう飲み物を作るっていう味付けをして、そういう飲料にするっていう作り方しかできないんですね。だから初めてね、ノンアルコールビール、特に 0% のノンアルコールビールっていうのが世に出た時、みんな全然味が違うじゃないってね結構言ったんですけど、まあ、今はねもうだいぶ各メーカーさんね技術が上がってきてますので、まあ、ドライゼロなんか飲んで感じたと思うんですけど、だいぶビールに近い味わい、そうですね、実現できてきていますね。最初十何年か前ですよね、出始めた。そうですね、はい、もうそれからもうどん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 こう進化されてるんですね。コロナ禍はね 0% なんですけど、はい、表示で言うとですね、はい、あの 1% 未満のものがまあノンアルコールというか、はい、まあ、あの清涼飲料水なんですよね。なので、はい、少しアルコール 0.何% だけ入ってるものも清涼飲料水、まあ、ビールテイスト飲料っていう風に呼べてしまうんですけど、まあ、今回ノンアルコールビールテイストっていうことなんですけど、やっぱり子供さんは飲んじゃダメなんですよね、はい、成人向けに作られてる味わいっていうか、ビールを目指して作ってる味わいなので、はい、子供さんが飲むのは法律的には未成年飲めるんですけど、はい、まあ、あの業界的には買わないでくださいそうですよね、はい、あの、はい、大人の方が買ってくださいっていう風に自粛規制っていうんですかね、はされてますけれども、ノンアルコールっていう呼び方もその 0.何% 入っててノンアルコールっていうのはどうなんだっていうところなので、はい、あのビールテイスト飲料っていう呼び方が、はい、なるほどね、まあ、生まれた、まあ、0.00% だったらノンアルコールって言っていいと思うんですけど、そうでないものも中にはありますので、見てるとアルコール度数もこうゼロっていう風に書いてあるんですけど、はい、結構その糖質ゼロとかいろいろと大体のこうビールでノンアルコールビールで見ると思うんですけど、そうですね、まあ、はい、その日本のビールだとこう味付けして作るっていう、はい、ビールからあのアルコール抜くっていう製法ではないもんですから、はい、機能性を追加することができますよね、はい、完全にゼロかって言われると、うん、まあ、そうではないんですけれども、まあ、それでもあの低めに抑えられてはいるので、うん、健康的とかね、うんうん、言われますよね。やっぱり4種類飲み比べてみましたけど、はい、4種類だけでも結構味の違いがあって、個人的にはあの私結構リンゴというかシードルも好きなので、はい、あの香りがちょっと似ているこちらのうまみ絞りがすごい飲みやすくて驚きだったんですけど、はいはい、ビールの味を目指して作ってるっていうところもあるので、はい、そのビールの味を追求するっていうのもあるかもしれないですけど、はい、ビールの代わりに、ね、うん、飲む場面も多いでしょうし、うん、ただそうではないものでも、はい、かえって飲みやすかったりとか、ビールは苦手だけど、はい、このノンアルコールビールは飲めるよみたいな、うん、今の森ちゃんみたいな味わいっていうのもあるので、はい、この味好きだなっていうのがね、うん、意外と違いがね、はい、あってこう見つけられるんじゃないかなと思いますね。楽しいですね。そしたら、はい、そういった形でもノンアルコールビール楽しんでいただけたらなと思います。というわけで今回もご視聴いただき誠にありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。それではさようなら。さようなら。お酒の遊園地、さあ乾杯、みんなで乾杯、楽しい人生を。